高気圧に緩やかに覆われ朝から気温が上がった今朝の新潟市中央区午前11時現在の最高気温は新潟市秋葉区で35.8度阿賀町津川で35.4度などすでに猛暑日となっている地点もあります日中はさらに気温が上がり最高気温は阿賀町津川で37度 新潟市中央区や長岡市などで36度と予想されていて環境省などは熱中症警戒アラートを発表し注意を呼びかけています一方湿った空気の影響を受け昼過ぎから夜の初め頃にかけて山沿いを中心に雨や雷雨となり激しく降るところがある見込みですこちらは現在の上越市の様子です 山沿いに雲はありますが、青空が広がっていてよく晴れています。新潟地方気象台は、上中下越では急な強い雨や落雷に注意するよう呼びかけています。